蒼月の章、盾ごとの説、王の凱旋。ロドリグの死を契機に復讐の念を断ち切ったディミトリは、ファーガス神聖王国の混乱を収めるため、王とフェルディアを奪還すべく動き出すのだった。グロンダーズでの勝利は我々にとって大きなものでした。ですがロドリグ殿の死はあまりにも手痛い。兵力や物資の損耗もかなりのものです。悪いけど少なくとも今のゴーティエ家にこっちを手伝う余力はないと思いますよ。力になれず申し訳ありません。ガラテア家にもう少し蓄えがあれば。修道院の防備に回している兵を帝国侵攻に割く手もありますが、それでは。殿下、いけません。先日の傷がまだ。心配ない。それよりも少し構わないか。ありがとう。俺は皆に謝罪しに来た。今まで散々俺に付き合わせ迷惑をかけ本当にすまなかった。いや、謝って済むことではないのも分かっている。ふん、親父殿の死の始末お前はどうつけるつもりだ。フェリクス、お前には謝罪の言葉もない。そんなものは最初から求めていない。行動で示せと言っている。分かっている。俺がいくら謝ろうとも失われた命は二度と戻らない。開いた穴は別のもので埋めるしかないように、過ちは正しい行いで償うしかない。だから俺は王都を取り戻したい。かつて俺が見捨てて逃げた民を救いたい。俺自身が正しいと思う行いをしたい。それだけが俺にできる食材だ。確かに王都の奪還が叶えば帝国との戦いを有利に進めることができるでしょう。長く王家に仕えてきた臣下としてもその選択は本当に喜ばしいものです。ですが王都に向かえば皇帝の首は遠のく。良いのですか？あなたは皇帝が。憎いさ。あの惨劇を起こした人間を俺は決してたとえ死んでも許さない。だが俺の命は俺のものだ。誰のためでもない。俺の信念のためにある。もう死者の声に縛られるのはやめた。俺には俺のなすべきことが。いや、俺には俺の命を懸けてでも成し遂げたいことがあるのだから。誰か依存のある者は。そうだな。我々とて帝国に無謀な戦いを挑み犬死にするわけにはいかない。レア様のことは心配だけれど、あなたがそう決めたのなら文句はないわ。俺は殿下の意志に従うまでです。どこまでもお供いたしましょう。
僕は殿下にこの剣を捧げます。それが僕の務めですから。うん、私も賛成かな。やっぱり王都の人たちのこと放っておけないもの。仕方ない、親父殿の分まで手を貸してやってもいい。その代わり必ず勝て。分かったな、ディミトリー。あ、父の槍に誓って必ず。では決定ですね。それでは改めて軍議を始めましょう。次なる目的地は王都フェルディア。必ずやファーガスに勝利を。眠れなくて少し訓練を。だがもう切り上げることにした。あまり天気も良くないからか、もう塞がったはずの傷が痛んで。ああ、グロンダーズでの戦いの後、あの少女に刺された時の傷だ。彼女の目は復讐者の目だった。かつての俺と同じ目をしていた。さあな。だが大方想像はつく。ああ、そうだ、あの話まだ先生にはしていなかったか。先日修道院の中で切りかかられてな、ちょっとした騒ぎになった。切りかかってきたのは、いつか俺たちが剣を教えてやった少年だった。ああ、あの程度ならたとえ目を閉じていようとも取り押さえられる。彼らは5年前に俺たちが討伐した盗賊団で育てられていたんだそうだ。子供に罪はないからとレア様が引き取ったのだと聞いた。これまで俺は多くの人の命を奪ってきた。憎しみの赴くまま次々と、特にあの5年間は獣と大差ないような生活を送ってきたから、あの少女の兄もどこかで俺が。だからいつか俺がその報いを受けるのは当然のことだと思っていた。俺が憎み、俺が奪い、そして俺が殺したのだからな。だがあの子供たちは違う。俺たちが良かれと思って抜いた剣で傷ついた。さすがに少し応えるものがある。ああ、だが俺たちは息絶えるその時まで戦いを選んだ人間の責務として、この苦悶と戦争という行為の本質と向き合い続けなければいけないのだろうな。そうかもしれないな。なあ先生、今頃になってようやく気づけたことがある。自分の隣に誰かがいてくれるというのはこんなにも心強いものだったんだな。ディミトリがさ、謝ってきたんだよ。俺の義理の叔父ランドルフのことでさ、それをまあ
俺の中じゃもう終わって、それでもなあ、話、故郷を取り戻す。私ここ戦って全て故郷を取り戻す。私全て皇帝も負傷したい。かなりの痛手を被った。ホドラの情勢が本当にか。全てはさて、フラルダリウス家との何はともあれ頼みがあるのです。頼みがあるのです。実は僕もかつて王都で暮らしていたこと。違う、王国内のゴタゴタで帰国を余儀。フロンダーズ平原だけど、あれこそが戦生き残った僕。この先で エーデルガルト、クロード、それにディミトリ殿下。ブロンダーズではそれぞれと。え、三勢力入り混じっての戦い。敵も味方もブロンダーズに私の意味。結構な数あるんですよね。現存してる代表格がフォドラ実血の家系に受け継がれて。少しいいかね。王とフェルディア、紋章と窓、我が輩も。しかしそれ、だけどあれこれ言ってく。それに王と、そうだな、今節は王都に向かうよ。遠回りにはなる。それに死ぬ前に一度オドラが平和になった、ディミトリは帝国を激しく憎んだが、もし感情にとらわれず判断ができれば、彼はいかにも
先生、これはその…もう、ただようやくフェルディアのみんなを王とは手前にロドリグ様から…でも、それも…王と教団の兵士さんたち、私たちが王と…そういえば、数十年前、それゆ、戦王兵、フェルディアの死、それと同時に…トンボ帰って次はあんたも言ってや、ポドラではこう言うんだろ。力持つ者はその使い道を誤ってはならない。誤ると主は聖者を使わし、透明。そうですね。別に、あいつのやってきたことずっけど、殿下が。自分の罪やら過去やら何やらと向き合って前に進もうってんなら、ま、それに付き合ってやらない道理はないな、なんて思いまして。ほらだってこれでもガキの頃からの友達ですからね。先生、お前にも本当に迷惑をかけた。すまなかったな。それからありがとう。行こう、王都へ。もう一度力を貸してほしい。どうだ皆、殿下は初めから王となるには、いや、だが。そうだね、デミトリのやつ。とにかく、今の戦力じゃ、帝都どころか、その手前のメリセウス要塞だって落とせたかどうか。どうだ。そうですね。なんだ、しかし、もしかして本当の俺はグル…あの、ロドリグ殿の亡骸はろくな葬儀もできなかった。この戦争が終わったら、そのためにもまず大丈夫。あります。そうだな、ありがとうございます。クラルダ、何はと。感謝しま。ありがとうございます。
よ。一つ聞いて、なるほど。先生、遊びに来ました。ありがとうございます。あったかいですね。お菓子でも焼いてきましょうか。そうですか。先生、ごちそうさまでした。とっても美味しかったです。よろしくお願いします。私で、すみません。十分な成果を残せたかと。よし、慣れてきたぞ。僕の進化が止まらないな。こういうのもこの力役に立つといいのだが。少しは分かってきた。私、レッ…
よろしくお願いします。こちらこそ。先生、結果を報告します。この力、役立ててみせよう。戦ってりゃ嫌でも。王子が目を覚ましてくれたみたいで、私も安心しましたよ。ロドリグさんが亡く、これでフォドラの未来。まったく。あら？
また来てこう。いらっしゃい。また来てくれ。フェルディアを取り戻す。パーガス公国。しかし、それは帝国からしてみれば、そこまで荒廃さ。いらっしゃいませ。こちらでよろしいですね。ありがとうございます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 。またどうぞ。いらっしゃいませ。こちらですね。ありがとうございます。またのご来店を。
筋肉を腹ペコの筋肉にどうやるか腕と筋肉ほううまそうだな玉の贅沢だ塩お許しをわあ、私これ大好きなんです。もしかして知ってたんですか、先生。ないですね、修道院の食事って。うちの国じゃこんなの食べられませんよ。そうだな、北部の寒さや土地の貧しさに負けない作物でも作れればいいんだが。私これ大好きなの。よく知っていたわね、先生。食べることは好きですが、好物となるとやはり格別ですね。
美味しいものを食べると悩みも吹き飛びますよね。ああ、これ美味しそうですね。早く食べましょうよ、先生。これなら何人前だって食えるな。俺の胃袋が。ほう。話あります。そうだね。グロンダーズではかなりの痛で、ホドラの上司。さてプラルダル、何はとも、先生皆殿下は始め王となるには、だが身につ、みのり、みこ、先生。よっしゃー！天まで響け！俺の歌声！歌なんて歌ったことなかったし、うま。無事に終わりました。理解が深まるとここのコツが分かる。Thank you.
っしゃ。命を賭して得られる経験は貴重だ。僕の進化が止まる。先生ったら、そんなに私と会いたかったのかしら。あら、ありがとう。おいしいわ。実はまたおね、またギュスタブの話か。話の種ならまだまだあるが、そろそろ本人に。父さんの話じゃ。俺の話？私、父さんのことばっかり聞いちゃって。まいったな。そう期待されても。別に面白い話が。私、殿下のことをあの日、大衆丼だから、せめて殿下の好きな食べ物くらいよ。好きなものを食べた後ってなんだか元気が出てきますから。いざ厨房に立って、私殿下の好き。そうだったのか。しかし好物と言われても難しいな。食事には本当にこだわりがないから。ああ、そういうアネットは確か甘いものが好きなんだったよな。その通りです。私、甘いお菓子を食べてる時が一番幸せで。あ、殿下知ってます？王都の有名なお菓子屋さん。ああ、たびたび行列ができていた店だな。城の兵士たちもよく噂していた。あのお菓子とっても美味しいんですよ。値段は張るけれど、私、父さん、その頃からた、ま、なあアネット、お前は確か士官学校時代はドミ。はい、父さんとは再会できたし、そうしたら困ったな。おう、父さんだって。あ、そうだな。どうしたの？気まぐれに掘ったものだ。この気分。そうだな。何をという幼い頃のお前は。確かにそうだったかもね。今更こんなものをもらったって遅い。アネット、私、父さん、でもどこにいるかもわからない。だから父さんのくれた人形を見て。お前がいらないというのならすまなかったな、アネット。待ってよ、父さん。父さん、うん、ダメダメ、こんな人形ずるいよ。
父さん。イングリッド、お前には常々謝らねばならないと思っていた。どうしたのです、殿下。本来ならばお前はグレン、あいつは。だがあの日、俺の目の前であいつは死んだ。お前の幸せは俺が奪ったようなものだ。すまなかった。それは殿下が謝るような。グレンが死んだ。子供の頃からずっと命を懸けて騎士の務めを果たした彼を私は誇りに思っ。誇り。はい、守るべき人を守って死んだ。お前はあんな痛々しい末路を。痛々しい。グレンはあなたのために命を捧げ。お前はあいつの最後を見ていない。だからそんなことが言える。殿下が何をおっしゃろうと、私にとって彼は永遠に理想の騎士。そんな理想は。ですがグレンですから。すみません。何をやっているんだ俺は。マリアンヌ。はい。座ってもいいか。ここしか空いていないものだから。あ、はい。悪いな、近寄るなと言われていたのに。いえ、別に。この間はただあなたが命を落としても悔いはないなんて言うから、つい。俺の言葉が気に障ったなら謝罪する。だが理由を聞いてもいいか。私に近づく人は不幸な目に遭うんです。不幸。はい、そうなんです。あなたのように自分の身を顧みない人ほど。特に。要は自分の身を顧みろと。いや、まあそこは反省したいところだが、お前が周囲を不幸にするとは思わない。むしろお前は運が強いんだろう。運が強い。私にはとてもそうは思えません。生まれも境遇も不運の連なりでできているような人生ですから。だがお前の周囲で人がいくら死んでも、お前はこうして無事で生きている。それは。そしていつも自分だけが残されて一緒に死んでやれなかったと悔やむ。どうしてわかるんですか。わかるさ、俺もお前と同じだからな。マリアンヌこそ俺に近寄れば不幸な目に遭うかもしれないぞ。どうした、珍しいな、お前がそうして笑うなど。いえ、少し不思議だと思って。あなたのような人が私なんかと同じだなんて。嫌だったか。いえ、むしろ嬉しいです。初めて誰かに私の素直な気持ちを理解してもらえた気がします。ギュスタブ、この名を呼ぶのは8年ぶりになるか。殿下、許可なく国を離れたことをお詫びいたします。私は。いい、理由なら分かっている。ダスカーの悲劇だろう。あの事件に席を感じたお前は女神にすがり
名も地位も捨てて国を去った。違うか？弁解のしようもありません。私のような者にはこうすることしか。敬虔な信徒だったお前のことだ。逃げ出す先があるならここしかないと思っていた。お前は変わったな。いささかふぬけた顔になった。はっ、殿下もあの日からお変わりになられました。陛下をお守りするのが私の務めでした。無論パトリシア様や殿下の御身も。父上も母上ももう死んだ。後悔を口にしたところで戻っては来ない。ですが私がもっと早くダスカーへと参じていれば。お前はダスカーで俺を救ってくれた。感謝こそする。恨む道理はない。この戦いが終わっても王国に残ってくれ、ギュスタム。荒れ果てたファーガスを立て直すにはお前の力が必要だ。いいえ、あの国に私の戻るべき場所はございません。どうかご容赦。その頑固さだけは昔のままだな。別にお前を困らせたかったわけじゃない。戻る気がないのならそれでもいい。だがな、せめて故郷に顔を出してやれ。お前の家族が哀れでならない。はい、お心遣いに感謝いたします。ブランダーズ海戦に勝利を得た王国軍だったが、南下することなく軍を返し、王都フェルディアに向けて進軍を開始。王国軍の到来に呼応して王都市街では民衆による暴動が勃発。しかしコルネリアは暴動を鎮圧しようともせず、帝国より借り受けた兵力を王国軍の迎撃に差し向ける。王都フェルディア、ここに戻ってくるのも久しぶりだな。5年前、斬首の前日、俺はドゥドゥの手で牢から救い出された。母国の兵を殺し、その骸から武器を奪い、返り血を浴びて落ち延びたんだ。その故郷にこうして帰ってくることになるとはな。やめてくれ。お前やロドリグがいなければ俺は今も。お前がいてくれてよかった。本当に心の底からそう思う。加藤先生、みんなで生きて共に祝杯をあげよう。殿下、すでに王城への道は開かれました。我々も進軍の用意は整っております。あとはあなたの号令を待つのみです。ああ、全軍聞け。これは帝国に奪われた平和を、帝国に奪われた全てを取り戻す戦いだ。俺が命じることはただ二つ。生きろ、そして心に従え。以上だ。王都の門はすでに開かれた。俺に続け、我らの故郷を取り戻す。帰ってくると思ってたぜ、坊ちゃん。そのしぶとさ、血筋かね。コルネリア様、市街各地で民衆が暴動を。
どうやら敵の到来に呼応しているようです。このまま放っておけば我が軍に被害が及ばぬとも限りません。急ぎ鎮圧を。民衆が暴動？そんなの勝手にやらせておきなさいな。そもそこに兵員を割く余裕があって？敵の精鋭を前にして随分余裕ね。ですがコルネリア様、どうせ市街は戦場になるのだから、敵でも民衆でも抵抗する者は殺せばいいわ。さあ、あなたも早く戦場に赴きなさい。はっ、コルネリア様もどうかご分を。しかし、厄介な奴まで連れてきて、まったく困った坊ちゃんだこと。おとなしく可愛い姉君と殺し合っときゃいいものは。
準備は整いましたわね。ミレンタらしい昔の主人を出迎えましょうか。さあ、市街中のタイタニスを起動なさい。たっぷりもてなして差し上げるのよ。進軍せよ。逆賊コルネリアを討ち、王都を奪還する。俺は必ず勝つ。この身を流れる王家の血にかけて。戦場を広く見なくては。任せてくれ。全力を尽くしますね。切り込むぞ。急ぎましょう。ええ、任せてちょうだい。任せてください。それよっ。負けるわけにはいかないから。いつでも行けます。指示を。任せてください。指示を。ありがとう。いつでも行けます。はいはい、行きますか。早く指示してくれ。さて、どう攻めましょう。指示を。いつでも行けます。助かるよ。はいはい、行きますか。さて、どう攻めましょう。早く指示してくれ。
し、次に行こっか。どう？いや！これで戦況が動く。スイッ！タッ！トンデ！サンデ！ミッキャ！行けます。指示を。ありがとう。はいはい、行きますか。さて、どう攻めましょう。早く指示してくれ。全力を尽くしますね。負けられないんだ。割り切るしかないんです。お見事です。任せてくれ。戦場を広く見なくても慎重に行け。
えておく。より。皆を導かなくては。俺が任せてちょうだい。レイ！悲しいけれど。油断が命取りになるな。ごめん、私まだ死にたくないの。魔力で強化されているのか。何者かが魔力を送っているのであれば、まずはそちらを叩くべきでしょう。戦場を広く見なくては。これで戦況が動く。俺が任せてちょうだい。よいしょ。気を抜いちゃダメよね。はいはい、行きますか。本気の戦いは疲れる。さて、どう攻めましょう。早く指示してくれ。戦況が動くか。
実戦。油断が命取りになるな。これも未来のためってか。攻めましょう。そりゃあ、か！化けて出てくんなよ。早く指示してくれ。尽くしますね。まだ僕は生きてる。よし、任せてくれ。選んでくれていい。戦場を広く見なくては。さあ急ぎましょう。よっ、これでよしと。慎重に行け。
はいはい、行きますか。これ以上は期待しないでよね。早く指示してくれ。さて、どう攻めましょう。全力を尽くしますね。ためらいはしません。任せてくれ。終わったな。さあ、急ぎましょう。勝つか負けるか、それだけです。ええ、任せてちょうだい。戦場を広く見なくては。さあ、急ぎましょう。情けをかける余裕なんて。戦場を広く見なくては。慎重に行け。これが宿命だ。皆を導かなくても。よし。任せてちょうだい。テイ、任せてくれ。はいはい、行きますか。慎重にお願いしますね。さて、どう攻めましょう。強かった。それだけだ。早く指示してくれ。全力を尽くしますね。
妙に硬い。魔力で強化されているのか。何者かが魔力を送っているのであれば、まずはそちらを叩くべきでしょう。指示を。任せてください。いつでも行けます。切り込むぞ。はっ。悪かったな。厳しい。次だ。ま、地獄でまた会おうぜ。はいはい、行きますか。ありがとね。まあ、タイタニスだけでは不満かしら。なら、ビスカムを起動させましょう。
また強くなれた。負けるか、それだけです。いつでも行けます。見えている。
わない。心強いわ。備えなければ。もっとつ冴えているね。彼らの死を無駄にはしない。いつでも行けます。
負けるか、それだけです。つぶっ、次の敵に備えないと。迂闊には動けませんね。
任せてくれ。はいはい、行きますか。さて、どう攻めましょう。戦場を広く見なくては。判断を誤らぬよう。全力を尽くしますね。死ぬられた正義だとしても。一歩ずつ。これも未来のためってか。早く指示してくれ。はい、よっ、気合い一発。これで戦況が動くか。切り込むぞ。いつでも行けます。あらあら、かわいいお客様。私が相手をしてあげましょう。厳しい。任せてください。はっ、えい、こうするしかないの。強く。任せてちょうだい。さあ、急ぎましょう。
初めましてという気がしませんわね。私、あなたのことはよく知っていますのよ。ゆっくりお話ししたいところですけれど、あなたには死んでもらわないとね。逃がさない。指示を。あらあら、お久しぶりですわね、殿下。見ない間にしっかりたくましくなられて。しらじらしい。叔父上を殺し俺をはめたのは貴様だろ。ああ、そういえばそうでしたわね。忘れていましたわ、そんなこと。貴様は俺が撃つ。返してもらうぞ、すべてを。この地にかけて。はあ、これまでか。一歩ずつ進んで行こう。ならば最後にご褒美をあげなければなりませんわね。終わりだ、コルネリア。言い残すことがあるなら聞いてやる。そうですわね。それじゃあ少し昔話を聞いてくださる。10年前、ある日のことですわ。パトリシア様は全てを犠牲にしてでも実の娘に一目会いたいと、そうおっしゃった。ですから私は王の首と引き換えにその願いを叶えたまで。王の首だと？貴様、それはまさかダスカーの。ダスカーで皆を、父上を謀殺したのが母上だとでも言うのか、貴様は。ええ、一途に家族を思うその心情、あなたにならわかるのではなくて。ああ、でもかわいそうな殿下。愛されていなかったなんて滑稽ね。コルネリア、貴様は何を。せいぜい絶望するがいい。頼りにしています。この女の妄言はどうあれ、奴がこの国の旧敵であることに変わりはない。ファーガスを帝国に売り渡し、無意味な加勢で民衆を苦しめた。だが、それも今日をもって終わりだ。これ以上無駄な血が流れることもない。それに、コルネリアが倒れた今、奴とつながりのあった貴族を締め上げれば、ダスカーの一件について何かしらの手づるをつかめるかもしれない。そうなればいつかはダスカーの民の無実も。殿下。はい。あの日命を落としたダスカーの同胞たちも
皆きっと喜ぶことでしょう。感謝します。あなたという主人を持てたことが俺にとっての誇りです。さて殿下、あなたにはまだ果たすべき務めが残っています。さあ参りましょうか。民は皆あなたの帰還を待ちわびているのです。参りましょうと、いや俺には彼らに合わせる顔など。先生、あ、そうだったな。俺はこの国の彼らの王なのだから。これはなんだ。見ての通り、あなたの帰還を喜ぶ民衆です。俺はかつて彼らを見捨てこの国を逃げ出したというのみか。たとえそうだったとしても、それでもこの光景に嘘偽りはないのです。この国は王を求めている。長い抑圧から民を解き放った英雄を、本当に本当によく戻られました殿下。俺はこの国にいてもいいのか。俺をこの国の王だと認めてくれるのか。俺のような血にまみれた人間を。わざわざ言わなくてもいい。あ、そうか、俺はようやく帰ってきたんだな。懐かしい、愛おしい故郷に。もう春とはいえ、フェルリアの夜はやはり冷えるな。まだ城では宴の最中だろう。もう飽きたのかお前は。いや、俺は飽きたというか、皆の輪の中にいるのもやりにくくて墓参りに行っていたんだ。長いこと花も備えていなかったから、ずっと怖くて行けなかった。だがいつまでも彼らに背を向けたままではいられない。先生、お前には大切なことを教えてもらった。冗談って本当にお前はな。そんなことよりもっと大事なものだ。なんて言ったらいいんだろうな。生き方とでも言えばいいのだろうか。もしあの日お前と再会していなければ、きっと俺は戦場で無様に死んでいた。大勢の敵を手にかけ、仲間を犠牲にして、結局何もつかめずに死んでいったんだろう。だが今はこうして帰るべき場所に帰ってこられた。感謝の言葉もない時は何と言ったらいいんだろうな。お前が俺を闇の中から救い出してくれた。ここまで導いてくれた。ありがとう先生。復讐は俺のしたいことというよりも果たすべき当然の義務だった。俺の命はあの日のダスカーで死んだ者たちのためのものだと思っていたから。だが俺自身の成し遂げたいことはまた別にある。今ならそう言い切れる。さて、勝利に浸るのも今晩だけだ。今後は帝国との戦いに向け準備を進めねばならない。皇国軍に奪われていた王家の騎士団を現在の兵員に組み込んで軍を再編し、諸侯の手を借りて国内から帝国勢力を一掃、王権のもとに各地の兵力をまとめ上げ、それから商人から戦費の借り入れを。なあ、早いうちに物資の供出要請も。考えただけで頭が痛くなってくるな。だが帝国と戦うには不可欠な仕事だ。弱音を吐いてはいられない。
少なくとも彼女の目には俺たちと共存する道など見えていないと思う。なあ先生、いつか話したよな。人にはどうしても受け入れられないものがあると。彼女にとってセイロス教の存在こそがまさしく受け入れられないものなんだろう。だからこそそれを切り捨て、打ち壊して世界を変革しようとしているのだと思う。だがたとえあいつが新しい秩序を敷いたとしても、それは俺はただ切り捨てることではなく認めることでこの戦争を終わらせたい。民衆が俺を受け入れてくれたように、俺も彼女の考えを。殿下、ここにおられましたが。なあ、すまない、探させたな。どうした？今しがたレスターの名士から旧使が。急ぎ王城にお戻りください。同盟からの旧使？クロードのやつ、一体何の用だ。すぐに行こう。先生、お前も一緒に来てくれ。